家電量販店。家電量販店とは主にテレビ受像機、パソコン、オーディオ機器などの家電製品を多く仕入れて、安く売ることを基本路線とする大型小売店である。秋葉原、東京や日本橋、大阪の電気街を発祥とする電気店や、オーディオ店が大型化し、チェーン展開していったのが始まりである。1 9八十年代以降は、新宿駅や池袋駅周辺に拠点を置く。 カメラ販売の量販店がカメラ店の枠を超え生活家電をはじめ AV 機器、パソコン、携帯電話などの販売も手掛けるようになった。1990年代以降は電気街に代わってカメラ系の大型量販店が相次いでターミナル駅に店舗を構える一方、郊外では多数の駐車場を併設した店舗網を持つチェーンストアが規模を拡大していった。量販店では 家電メーカーから一度にまとまった数で仕入れることで、安い卸値で仕入れ、これを大量販売するという形の薄利多売を主な販売戦略とする。このため前に仕入れた商品を売り切らないことには、別カテゴリー、例としては、白物家電と娯楽家電などに属する商品でも、商品保管スペースの関係から仕入れが値傾向も見られ、とにかく短期間のうちに売り切ろうとする傾向が、 極めて強い。チェーンストアの特性を生かし、店舗間で商品を融通する場合もある。ある商品について、在庫の多い店舗から在庫の少ない店舗に移動して、各店舗の在庫量を平準化するわけである。これは、医療品などのチェーンストアにも見られる。店の規模にもよるが、店員は担当部門を限定した複数のグループに分けられることが多い。 大型量販店同士の低価格販売競争が状態化しているため利益を出すためには家電メーカーから少しでも安く仕入れるとともに大量販売をコミットすることによるメーカーからのリベートの獲得必要となる。メーカーに対する価格交渉力の強化と大量販売の実現のため必然的に大規模化、グループ化が進むことになる。 業界トップの山田電機は店舗の大型化を進めるとともに業況の悪化した地域量販店を積極的に買収するなどして家電小売業界で初めて連結売上高1兆円、さらに2兆円を達成した。このような規模を背景にメーカーに対して非常に強い価格交渉力を発揮している。他のグループもバーゲニングパワーをつけるため買収や統合によって 規模を拡大しければ、激しい価格競争の業界で生き残ることは至難となっている。業界主位となった企業でも、大型店舗の出店競争に出遅れた各社は、1976年まで、主位だった第一家庭電機が、倒産、1996年まで主位だった、ベスト電機が、山田電機の連結市会社に、2001年まで主位だった、小島が、 ビッグカメラの連結し会社者になるなど、業界内での浮き沈みは激しい。主要な家電量販店の連結決算によると、売上高順位は下記の通りである。しかし他店との競争のために、他社のチラシを持ってくれば、それより安くするなどとして広告していた場合に実際には、このパーセントの値引きが仕入れ価格を下回り利益を出せない。 不当せりで処罰されるからとこれを拒んだケースや他店より安くするとしているにもかかわらず実際は他店と比較して高い商品も見受けられるケースもあったとして広告内容が消費者の誤認を招くとて厚生取引委員会から警告を受けた事例もある。量販店においてはポイント制による還元と称するリピーターの囲い込み手法がよく行われている。 他にもクレジットカード会社と提携したメンバーズカードの発行、店舗内にインターネットサービスプロバイダの出店、その他各種サービス契約の勧誘を通じて、それらサービスを提供する会社から得られるインセンティブによって収益をカバーする戦略が取られている。また、パソコンの初期設定などの優勝のサービスで利益を確保することも多く行われている。他の量販店ではサービスを 簡素化することで人件費を浮かしていることとは対照的である。日本電気大型店協会に参加していた1970年頃より家電量販店を展開していた企業。地域別に出店していた。一地方の個人商店から始まって1990年代以降に郊外を中心にチェーン化した企業。特に北、関東、群馬県、栃木県。 茨城県を発祥とするチェーン、北関東ユークの発展が著しい。日本電気大型店協会には不参加。元来は、社名の通りカメラやフィルム、三脚など写真用品の販売からスタートしたが1990年代以降は、AV 機器やパソコンを主体とした、加減製品の割合が高くなっている。かつてカメラが高級かつすぐには買い替えられないという。 家電以上に耐久消費財としての特徴を持っていたことから、早い時期から交通支便なターミナル駅前に集中的に出店し、テレビ CM との相乗効果で店舗への集客力を高め大量に売りさばく戦略、レールサイド戦略を得意としていた。1980年代以降、そのノウハウを生かして家電販売に進出していった。こうした経緯から、 店舗数は少ないが、大都市の主要駅前に広い証券を持つ、超大型店舗を構えており、坪単価の売上高は、郊外電気店系家電量販店を遥かにしのぐ。日本電気大型店協会には、不参加。秋葉原や日本橋などの電気卸売小売店を発祥とする企業と、同地のパソコン販売店を発祥とする企業に、大別される。 後者は現在でもパソコン販売専業としている場合が多い。電気街の狭い立地を補うため高層の店舗、ペンシルビルを複数展開すること多い。長年電気街という閉鎖的な環境での慣れ合いの経営が続いた上、狭い立地の高層店舗ゆえコストの問題から、1990年代以降の郊外系、カメラ系大型量販店との価格競争に敗れ、 相対的に電気街の競争力は低下していった。日本電気大型店協会に参加していた店も多い。家電量販店の業界団体として、1972年に設立された日本電気大型店協会、ネバがあったが、業界再編で加盟者が減少し、2005年8月末で解散している。2007年時点では、 家電量販店の業界団体は存在せず、主要各社の対抗心が強い業界体質からか、日本チェーンストア協会など他の小売り系団体に加盟している企業も存在しない。ただし電気メーカーや業界団体、電気店の商業組合などが加入する全国家庭電気製品構成取引協議会があり、ここには山田電機、エディオン、小島、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、 ケース電機など主要家電量販店が加盟していたが、現在山田電機などは脱退した模様。中国では家電量販店は白物家電や AV 機器などを取り扱うが、電池や CDR といった小さな消耗品は取り扱わない。また販売スペースはメーカーごとに割り振られており、メーカーへの場所がしといった側面が強い。そのためメーカーが 展示法など手を入れないとすぐに悪くなっていくという。損益計算書を見てもメーカーから多くの販売促進費や場所代などをおさむしており、その額は修行の販売業務による利益に匹敵する時期もあった。商品は通常はメーカー希望小売価格をそのまま提示する。代表企業は国日電機、ソメー電機など、アメリカ合衆国では2007年、 コンプ USA は事業を撤退し、2008年、サーキットシティストアーズは破綻。2015年、ラジオシャックは破綻で、全国に店舗網を持つのは、採用手のベストバイケとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。